どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスクレジットカードなんですけども、なんとですね、新規入会キャンペーンがまたね、多くもらえるキャンペーンが再来するということで、本日こちらの解説をですねやっていきたいなと思います。こちらの動画が公開されているのは9月の7日0時ということで、ちょっとね、大人の事情でこの時間になってしまいました。で、このキャンペーンはですね、2021年の5月にね、1回あったキャンペーンなんですよね。で、6月30日に一度1回終わってですね、本日の9月の7日よりですね、このパワーアップしたね、キャンペーンが再来といった形になります。ですので、2021年5月にね、キャンペーンあった時に発行しそびれた方、またですね、 SPG アメックスで発行検討されてた方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではキャンペーンの内容ね、入っていきたいなと思うんですけども、 SPG アメックスクレジットカードを発行した後にですね、発行後3ヶ月以内に10万円決済すると3万6000ポイントで、3ヶ月以内に10万円決済するとプラス3万ポイントで、合計30万円ね、クレジットカード決済しますんで、こちらの通常分の決済分を入れると9000ポイントということで、合計ね、7万5000ポイントが獲得することができるキャンペーンっていう風になります。普段はですね、こちらの SPG アメックスのね、入会キャンペーンっていうのは、新規入会後3ヶ月以内に10万円決済すると3万ポイントで、決済分が3万ポイントで、紹介であればですね、プラス6000ポイントということで、合計3万9000ポイントね、獲得できるキャンペーンっていう風になってるわけなんですけども、今回ですね、こちらの SPG アメックスのね、キャンペーンパワーアップするということで、約ね、倍ぐらいのね、ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になるんですよね。で、こちらのね、キャンペーン期間がですね、決まっておりまして、2021年の9月の7日から2021年12月7日申し込み分までっていう風になっておりますんで、今ね、2021年9月ということで、約ね、3ヶ月ぐらいね、キャンペーンありますので、まあ、ゆっくりね、検討していただいてもね、十分間に合うかなっていうふうに思いますので、ぜひね、動画見ていただいてですね、気になる方はですね、ぜひ発行していただければなと思います。それでは次にね、SPG アメックスの基本スペックね、簡単におさらいしておきたいなと思います。SPG アメックスのね、基本スペックとか、まあ、ポイントとかですね、更新特典っていうのは、ちょっとこれにね、どっちかな、こっちかな、こっちかな、ちょっとわかんないですけども、個別にね、動画出しておりますんで、詳しく知りたいっていう方はね、そちらね、ぜひ見ていただければなと思います。まずね、 SPG アメックスですね、年会費が3万1000円っていう風になっておりまして、クレジットカードの件名はね、こんな感じになっております。で、基本還元率がですね、100円に決済につき3マリオットボンボイホテルポイントが貯まります。で、マイルの交換レートなんですけども、マリオットポイントっていうのはですね、3ポイントがね、1マイルに交換することができて、で、こちらですね、6万ポイントを一度にですね、マイルに交換すると2万5000マイルということで、本来ね、2万マイルなんですけども、5000マイルね、ボーナスがつくということで、マイルの還元率は 1.25% というふうになります。で、マイルのね、交換先なんですけども、 ANA マイルも JAL マイルもありますし、その他ね、航空会社40社ぐらいあるのかな、はい、かなりあるっていう形になりますんで、いろんなね、航空会社のマイルに交換できるっていうのもですね、この SPG アメックスの大きな特徴の一つっていった形になります。で、マリオットホテルポイントをですね、ホテルで利用した場合ですね、こちらは 0.5 円ぐらいからですかね、1円以上でもこのマリオットボンボイホテルポイントっていうのはね、利用することができて、ちょっとね、 0.5 円からっていうのもね、ちょっと微妙なラインで、まあ、こちらもね、ホテルによるわけなんですけども、まあ、マリオットボンボイホテルポイントはですね、本当に1ポイント1円以上でね、利用することが結構容易にね、できるって言った形になっておりますんで、かなりね、お得度は高いって言った形になります。で、 SPG アメックスはですね、マリオットボンボホテルとの提携カードっていう風になっておりますので、クレジットカードをね、発行していただくとゴールドステータスがね、獲得することができます。で、ゴールドステータスになるとですね、スイートルームはね、含まれないわけなんですけども、より望ましい客室へのアップグレード、またね、午後2時までのね、レイトチェックアウトだったり、ウェルカムギフトとかもね、もらえることができます。またね、ボーナスポイントもね、獲得することができます。でですね、 SPG アメックスをね、
更新するとですね、更新特典っていうのがもらえるんですよね。こちらもね、詳しくね、別の動画出していただいてますので、詳しく知りたい方はね、そちら見ていただければなと思うんですけども、クレジットカードをね、更新すると、また年会費がかかるわけなんですけども、宿泊実績が5泊分。またね、5万ポイントの無料宿泊ポイントがですね、一括でもらえるっていう風になりますんで、この5万ポイントをですね、年会費がね、3万1000円っていう風になりまして、こちら税込みすると3万4100円なんですけども、まあこれ以上のね、ホテルに無料宿泊すればですね、年会費の元も簡単にね、取ることができるっていった形になるんですよね。まあこの点でもですね、人気の一つの理由かなという風に思っております。またですね、海外旅行保険はね、自動付帯でかなり充実しております。で、手荷物宅配サービスは、帰国時ですね、1個ね、成田、関空、中部で利用することができて、またね、空港のラウンジですね、利用することができて、同伴1名までね、利用することができます。で、このプロテクションっていうのはね、いろいろ書いてあると思うんですけども、こちらですね、キャンセルプロテクションであったり、オンラインプロテクション、ショッピングプロテクション、リターンプロテクションということで、アメリカンエクスプレスのクレジットカードで購入したものを返品したい場合ですね、お店が受け付けてくれないときはですね、購入から90日以内であればですね、このリターンプロテクションっていうのを使うとですね、アメリカンエクスプレスがね、この購入代金をね、負担してくれるっていうサービスもあるんですよね。またね、キャンセルプロテクションっていうのもありまして、怪我とかね、病気とか急な出張とかですね、そういった場合にですね、海外旅行に行けなくなったりですね、このキャンセルプロテクションっていうのをですね、利用していただくと、そのキャンセル代をね、保証してくれるっていうね、サービスもあるんですよね。ここら辺もね、今ね、こういった状況でまあしばらく経ちますんでね、あの海外旅行がね、キャンセルになったみたいな方はそんなにいないかもしれないんですけども、本当にね、始まったばっかりの時はですね、このキャンセルプロテクションでね、救われた方ね、結構いらっしゃるっていう風になりますんで、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードね、年会費が高いんですけども、こういったね、付帯保証もね、結構しっかりしているところがあります。で、発行元はですね、アメリカンエクスプレスっていった形になります。ということで、 SPG Amex のね、強い特典っていうのは、やはりポイントをですね、マイルにも交換できるし、ホテルにもね、利用することができるっていう点ですよね。またですね、ANA マイル、JAL マイル、その他ね、航空会社のマイレージに交換することができるんですけども、本当にいろんな航空会社のマイルに交換することができるんですよね。この点がね、やっぱりいいですよね。先日ね、こちらの動画でね、解説させていただきましたけども、今ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスにね、交換していただくのも非常にお得にね、交換することができますし、交換先の航空会社をね、自分で選べるっていう点ではね、とてもいいかなというふうに思います。またね、ホテルに利用するっていう風になってもですね、1ポイントね、1円以上でもね、利用することができますし、本当にね、スーパー繁忙期だとですね、1ポイントね、2円以上とか3円以上とかね、まあそういったこともですね、あるっていただきになりますんで、このマリオットボンボホテルポイントのね、使いやすさっていうのはですね、本当にね、この SPG Amex はね、本当にいい特徴だなという風に思います。でですね、年会費についてなんですけども、年会費は高いんですよね。3万1000円税金入れると3万4100円という風になりますんで、ここがですね、飲み込めるかどうかで合う合わないね、決まってくると思うんですよね。まあこちらを払ってですね、初年度はこの新規入会キャンペーンでマリオットボンボホテルに泊まって元を取るみたいな感じで、2年目以降はですね、更新特典の5万ポイントで年会費の元を取るっていった形になると思うんですけども、ここはですね、飲み込めるか飲み込めないかでですね、この SPG Amex ね、合う合わないね、決まってくるかなというふうに思いますので、こちらはね、人によると思いますので、マリオットボンボホテル、こういうホテルに3万4100円で泊まって良しとするか、いやいや、それはちょっと自分的には納得できないっていうのをね、まあご自身でね、考えていただいてっていう感じになると思います。それでは次にですね、今回ね、新しく始まった SPG Amex のね、新規入会キャンペーンなんですけども、この動画をアップさせていただいている2021年9月の7日時点ではですね、この私がいただいている情報ではですね、7万5000ポイントがね、もらえるキャンペーンは、アメリカンエクスプレスの営業担当経由のみっていう風になりますんで、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードの入会方法っていうのは3つあるんですよね。公式サイトからの申し込みで、
ウェブ紹介っていう既存のねアメリカンエキスプレスのクレジットカードを保有している方からの紹介ですね。あとアメックスの営業担当経由っていう風になるわけなんですけども、今現時点ではアメリカンエキスプレスのね営業担当経由のみねこの7万5000ポイントっていう風になります。で今後ですね、もしねこのウェブ紹介とかですねポイントがね同じようになるのであればですね、こちらの動画のね概要欄と固定コメントとかでもですね、記載しておきますので、まあ、この点をね覚えておいてください。でアメリカンエキスプレスのね営業担当経由だと紙での申し込みっていう風になりますんで、紙でやり取りしますよね。カードが手元に来るまでね 3,4 週間ほどかかるんですよね。このクレジットカードをですね早く欲しい、手元にね早く欲しい方はですね、ちょっとねこの時間がねかかるっていう点はね覚えておいていただきたいなと思います。でですね、このアメリカンエクスプレスのね営業担当経由でね発行希望される方はですね、私のツイッターの DM もしくはブログのお問い合わせフォームからねご連絡していただければですね、アメックスの営業担当をね紹介させていただきますので、ぜひね活用していただければなと思います。それでは次にですね、この7万5000ポイントをもらえるキャンペーンの注意事項なんですけども、30万円決済すると合計7万5000ポイントっていう風になると思うんですけども、この30万円の決済分ですね、こちらで9000ポイントがねもらえるわけなんですけども、こちらはですねあくまで通常利用分っていう風になりまして、アメックスのクレジットカードはですねポイントが半減したり、そもそもポイントがもらえなかったりっていうね加盟店があるんですよね。しかもこれがね結構種類がありますので、概要欄にですねそちら記載しておきますので、公式サイトこの30万円の決済ね利用する場合のね利用先っていうのもですね特にね注意していただきたいなというふうに思うんですよね。せっかくね新規入会キャンペーンで合計7万5000ポイントね獲得することができますので、ポイント半減してしまったらねそのまま9000ポイントはね4500ポイントとかになってしまいますので、この点ね注意していただきたいなと思います。ということで今回ですね、SPG Amex の新規入会キャンペーンが再来ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね4ヶ月後にねまたこのキャンペーンが来るとはね正直思ってなかったです。どうなんですかね、この SPG Amex のね券面がもうずっとねマリオットボンボイカードに変わる変わるって言われて未だに変わってないわけなんですけども、まあクレジットカードねたくさん発行させて今あるね在庫を処分するためとかねそういったのがあるんですかね。ちょっとねびっくりですよね。本当に2021年の5月まではこの SPG Amex の新規入会キャンペーンでポイントが上がるなんてなかったんですよね。なのに5月にあって9月にあるってことはこの後なんかあるのかなってちょっと疑っちゃいますよね。まあね、新規入会キャンペーンで7万5000ポイントということで、こちらね、マリオットボンボイホテルの、ホテルカテゴリー別の必要ポイント数なんですけども、今回ね、7万5000ポイントもらえるということで、カテゴリー8っていうね、一番高いホテルですね。こちらもシーズンにはよるわけなんですけども、この新規入会キャンペーンでね、宿泊することもできるって言った形になっておりますんで、日本国内のホテルだとですね、こんな感じなんですよね。リッツカールトン、東京、京都、沖縄、東京、エディションホテル、プリンスギャラリー、清井町、スイランラグジュアリーコレクション、京都、イラフスイということで、本当にね、ここら辺のホテルであればですね、一泊ね、10万円以上する時もね、ありますので、まあ、ここら辺がね、無料でね、宿泊することができるっていった形になっておりますんで、まあ、ホテルによればですね、1ポイント1円以上でね、利用することも全然できるかなというふうに思いますので、かなりやっぱりすごいですよね。この7万5000ポイントがもらえるっていうのはね。またね、この7万5000ポイントをマイルにね、交換したいっていう場合はですね、まあ、どのぐらいになるかというと、6万ポイントをね、一度にマイルに交換すると2万5000マイルになりますよね。で、1万5000マイル残りますので、これをマイルにすると5000マイルっていう風になりますんで、まあ、そのままね、全部一気に交換するとですね、7万5000ポイントは3万マイルにね、交換することができるって言った形になりますんで、個人的にはですね、SPG Amex ね、せっかく発行したんだったらですね、ゴールドステータスにもね、慣れておりますので、一応ね、マリオットボンボイホテルね、宿泊してみてほしいなっていうふうに思いますかね。7万5000ポイントで、この先ほど言ったね、
カテゴリー8のすごい高いホテルね、一泊するのもね、いいと思いますけども、カテゴリー5のね、3万5000ポイントのホテルを2泊するとかね、まあそういった利用方法もね、かなりいいのではないのかなというふうに思いますので、まあここはね、お好みにはなると思うんですけども、せっかくね、7万5000ポイントもらえますので、できればね、マリオットボンボンホテルね、利用してみていただければなと思います。まあいずれにしてもですね、このキャンペーンは12月の7日までっていうふうになりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしといていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。